アリス・オア,アリス・シスコ・ニーさんと双子の妹は、コリエダ・リコによる日本の4コマ漫画作品。月刊コミック・アライブにて2013年11月号から2015年9月号まで連載し、コミック・キューム2015年10月号より同誌に移籍し、連載中。2016年7月23日にドラマ CD が発売され、2018年4月にテレビアニメ化された。 二人のアリスであるリセとアイリは仲良しな双子の姉妹。彼女たちの面倒を見ているしつこんな兄と遊びに来る周囲の人々や妖精たちが繰り広げる日常コメディ。作中では登場人物は皆デフォルメタッチで描かれることが非常に多く、扉絵などを除けば通常の等身で描かれることの方が少ない。声優はドラマ CD テレビアニメ兼任。 2018年4月から6月まで、東京 MX 他にて、アリス・オア・アリスのタイトルで、5分枠の短編アニメとして放送された。8月13日に、全13話を収録した BD が、虎の穴限定で発売された。中国では、ビリービリーにて配信。2018年6月7日から原作者のコリエダリ、こと、木崎役の声優。 徳谷お空がパーソナリティを務めたアリス・オア・アリス・ウェルカムラジオがラジオ大阪にて放送されていた。ニコニコチャンネルでは放送時間を30分拡大して配信された。アリス・オア・アリスに関するカテゴリー。ありがとうございます。